はいどうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。勇者龍彦です。さあ本日なんですが、イリガルナイトというね、あの勇者の仲間がね増えましたのでね、ドラゴンクエストデッキを組んできました。はい、まあ勇者トークンがあると、あの出せるモンスターいろいろいるじゃないですか。あの水使いやら魔法戦士やらね、グリフォンライダーやらいっぱいいるんですけれども、まあ、今回このイリガルナイトっていうモンスターが追加されましたんでね、はい、こいつをね、あの使っていきましょう。これどういう効果かっていうと、グリフォンライダーみたいな感じで出せるんですよ。まず勇者トークンがいるか、またはヒドリモンスターがいなければ出せると。でさらにこいつ勇者トークンが存在している場合、相手のカードを2枚対象に取り、自分のコントロールを相手に移しながらバンするっていう裏切り行為をするんですね。はいこれ相手なんで発動できます、これ。この方がだからバンスしながらこいつが相手のフィールドに行くっていうね、まさに裏切り者みたいな感じの効果になってまして、これかなり面白いんですよ。で今日やっていくのはこの、あのイリガルナイトとグリフォンライダーと勇者トークンでビートしていくっていう、あのそういうねデッキになってまして、でね、まあ、勇者トークンの弱点、今この鳥野郎が強すぎて、鳥野郎がいるせいで勇者トークンを出すっていうカードの方がめちゃくちゃ規制かかってるんですよ。このアラメシアの儀とか水使いっていうカードが規制バリバリにかかってまして、なんと勇者トークンを製造できるカードがもうここしかないと、リミット1とリミット2しかないと、まあ、一応この旅路もあるけど、まあ、基本的にはこれしかないということで、かなり厳しいという話なんですね。もう早くこの鳥野郎を豚子にぶち込めば、トークン出せるようになるからいいと思うんだけど、これができないから、今回は、まあ、安定感を出すために勇者トークンを製造できるこの、水使いを墓地に送る、まあ、ギミックを採用しなければならないということで、ケルビーニがあのこいつ墓地を送れますから、ケルビーニを出せるようにスキアクローを採用します。スキアクローはね、結構強くて、これレベル3が横にバーってなるんで、まずケルビーニが出しやすいっていうのと、あともし2体いなくても、あの1体から一応その動きとしては、あの煙玉をあの装備したデスフェニが作れるんで、相手のカードをハンデスできるんですよね。あのピーピングした上で、これがかなり強いので、あの1枚から、これ動かし方は見ていただければ分かるんですけども、これ1枚から、リンクしてトライ、ライトハートか、ライトハートを、持ってきて、でライトハートで、ライフォビアで、ライフォビアからライヒハート持ってきて、でライヒハートであのこの蘇生魔法持ってくると、強炎の剣士絡めてイゾルで作りながら、この煙玉をリナルドで回収できるんですね。これがめちゃくちゃ強くて、まあ、このギミックを入れて、ハンネス一応一番初動からできるようにしてます。まあもちろんメインはね、レベル3、2体並べてケルビーニっていうのがメインにはなってくるんですけれども、まあ、それ以外にも強い動きができると。でさらに、上振れればね、あのバロネスとかにもできますから、スタッフロストから の, あのライヒハードでね。なので、まあ、これの強いモンスターも並べられるし、これはあのあれですよ、勇者が仲間にしたあれですから、なんか、最初の街で仲間にしたこの、バロネスさんっていうモンスターと、あとなんかあのラスボス前でね、なんか、手に入れた史上最強の仲間デスペトロイフェニックスガイブを並べていくという感じですね。はい、で、目指していく盤面は基本的に勇者モンスターを横に並べていく、勇者トークン出して、でなんかそのイリガルナイト出して、グリフォンライダー出して、魔光戦士出して、水使い出していくという感じの動きをメインに目指していきますが、それ以外にも勝ち筋はいっぱいあるということですね。はい、でデッキワークがパンパンにありましたが、まあ、一応一番初動がいっぱい入ってますんで、まあ、なんとかなるという感じですね。はい、まあ、若干ちょっと後攻が弱くなりますが、まあそんなと言ってもあの勇者並ばないんで、あのさっさと勇者トークン、リミット解放していただいて、あの鳥野郎を、豚箱にぶち込んでいただいて、どうぞ。はい、早速やっていきましょう。デュエルスタンバイ。イリガルナイトとかいうモンスター、名前かっこよくていいよな。うん、イリガルナイトってなんか言いたくなる名前だよな。とりあえず反動は割と強いな。これアラメシアの儀引けてるの、これ神に感謝だわ。まずアラメシアの儀を発動して、でアラメシアの儀で、あ、ちなみにこれ今回運命の旅路破壊せてもいいように運命の旅路2枚入ってます。はい、旅出れないんでね、これがないと。まあ言うて旅出れねえけどな、あの水使い1枚しかねえから、水使いやられたら水使いから入ると旅出れねえけどな。で、スターレットパピオンを、手札に加えていく。はい、装備アホいっぱい来てるのいいじゃん。で、まあさすがにまずはね、最初はグリフォンライダーって決まってるんですよ。相場はさすがにグリフォンライダーです。でグリフォンライダーを、特殊召喚して相手の、まあ牛髪とか無効系のカードをケアしていくっていうのがまあ重要ね。はい、で一旦装備すると、
でグリフォニングライダーを出していく。まあ、こいつが早く豚箱にぶち込まれれば多分勇者帰ってこれると思うんだけどね。この鳥野郎がいるからさ、一生なんか帰ってこれねえんだわ。アラメシアも水使いも迷惑してんだお前のせいで。全員勇者一族、お前も豚箱行け。ライトハート召喚して効果発動で、ライフォビアを手札に加えていく。うららね。あ、なるほどね。そこうららなんだ。遅くねえか。さすがにグリフォンライダー止めないの意味わかんないけどな。サーチ効果、なんか謎タイミングのうらら来た。あまりにも謎。まあいいや、別になんかそこにうららはあんま関係ないからいいや。全然苦しくない。で、ライトハート特殊召喚して効果発動して、あのね、あんまね、温存、その勇者ギミックに温存は良くないですね。グリフォンライダー結局出てくるとなんか意味ないじゃないですか。だから、あのうららは勇者ギミックはもう温存しないで、ちゃんとグリフォンライダーに打ちましょう。でスキアクロ、ライヒハートとライトハートを2体でリンク召喚して、豪炎の剣士と、で、スキアクロノバの効果を発動し、これね、1枚ドローしながらね、これ戦争みたいなのめっちゃ強いんだよね。これ1枚ショットですよ、これ、まあ、一応、あのライフォビア、ライフォビアでこの、あのライヒハート持ってくればいいんで、今、うらら止められましたけど、もし、持ってなかったら、うららをね、あのグリフォンライダーで止めて、ライヒハート持ってくるようにすればいいっていう。で、イゾルで効果発動して、次のターンのこれ、ライヒハートも、あ、これあれだな、ライヒハートじゃなくて、勇者も、魔法戦士持ってくれるのこれ。魔法あるな。これ、勢ぞろいできるかもしんない。これ、魔法だわ。これは魔法。これ魔法はね、結構強そう。で、イゾルで効果発動する。で、墓地を送るカードは、なんと、これはさすがにニスットの煙玉。煙玉からのリナルド。リナルド効果、特殊召喚成功時装備魔法を回収。で、ヌスットの煙玉を回収と。はい。いいですよ。そして、ヌスットの煙玉装備して、デストロイフェニックス使いかな、ここは。で、相手のハンドを見ましょう。で、ベルティングアナコンダ出していく。で、ベルティングアナコンダの効果も発動して、フュージョン魔法カードを墓地に送りながらモンスターを特殊召喚していく。これによってフュージョンデスティニーを墓地送り、デストロイフェニックスか。これあのラスボス前に仲間にしてきました。はい、あの暗黒の魔王城で、暗黒の魔王城から仲間にしてきましたこのモンスター。でヌスットの煙玉発動して、スターリットパピオンもろともだな。スターリットパピオンを装備する。で勇者トークンで、デストリーフェニックス界の効果を発動し、一応ね、はからけはしたいんでね、あの自分じゃなくてこうしましょう。でヌスの煙でも破壊されたので、相手の反動をピーピングハンです。さあ相手手札3枚、今4枚からか、ドローあるから4枚からスタートでグリフォンライダーが見えてる。これさすがにきついでしょ。さあスターリットパピオンを装備して、ピーピンギングハンです。やばいカード入ってんな。やばいカード入ってんじゃん。これさすがにサンダーザキングでしょ。こんなモンスター、こんなモンスター、マジでこんなモンスター許しちゃいけない。あぶねえ、あぶねえカード入ってた。これが強いよね、このヌスットの煙玉デスフェニーは。これあれですからね、この動きするの突き破黒1枚からいけるんですよ。強すぎますよね。はい、さすがに強いといったところ。さあ相手のハンドはまあアレベルとかいるんで、まあ楽融合に打っていく感じかな。アレベルはまあ最悪すり聞きされているかもしんないんだよな。まあさすがにね、すり聞きされてたらでもどっちにしてもだから、まあ一応これスルーして、あのねマストカウンターが分かるっていうのがこのピーピングハンデスの強いところですよね。はい、でダンネルを装備しない。さあこれで装備魔法全部揃ったぞ。よし、勇者の道具全部揃ったぞ。はい、各地を回ってね、あ、装備魔法全部ゲットしてきたんでね、これで次のターン爆発的な打点の勇者トークンが爆弾するぜ。さすがに役員融合は止めると。グリフォンライダーの効果を発動し、ラッ
員融合を止めながら、あとはトップで何引いたかですね。相手のトップ何なんだろうな、まあ、分かんねえけど、まあ、あれは赤ですよね多分ね。あれ赤で殴られるのは別にいいか、問題ない、一切問題はない。で、メインズ入る、エンドフェーズ入ると、でエンドフェーズどうせ死ぬのでデストロイフェネックス外の効果を発動して、自分と相手の癖カードを破壊、はい、若干枠が破壊される。でデストロイフェネックス外の効果を発動して次のエンドフェーズに、あースタンバイフェーズに持ってくるという効果。 OK、 危ねえ、サンダーザキングで全ての予定が来るとかだったら危なかった、危なかったな。おお、水使い来たこれさ、これ全員集合できる、あ邪魔だな、おフェニックスは邪魔だなまあいいか、もうこれが下法の戦士ってことにしてくれこれが下法の戦士ってことにしてくれ。もうイリガルナイトは姿形が変わり、なんか名前も変わって出てきたぜ姿形が変わり、名前も変わり、ああの変わり果てな姿で発見された模様です、イリガルナイトさん。ちょっとなんか色も変わって紫になってますけどね、色も変わって左、あの一番左になんか紫色、なんか顔色悪いな、あいつどうしたんだろう、あれかな、ちょっとあの魔王の毒に侵されたんかな。で魔法の戦士特殊召喚、はい、で水使い特殊召喚よ、どう勇者トークの打点3500、これ勇者トークンの打点3500きた、これあはは、強え打点ゼロになってるし、相手これパピオンの効果ですね、これ打点下がるんですよ、相手のモンスターの打点で、ダンデルで打点が上がると、開けて下げるスタイルね、ゴーバゴーン強え、どっから見や、これ、はい、いけ、1500で誰叩く、いけ勇者龍飛の攻撃、うおーつえー、イリガルナイトどこ行った、はい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 、なるほど、龍一ですね、これはハンドなかなか強いんじゃないですか、これかなりね理想ハンドと言ってもいいかもしれないね、これね、まあ、あの勇者のこ の, あのグリフォンライダーもイリガルナイトも両方とも出るし、デスフェニも出るんで、これかなり強いですね、これハンド的には一番強いまで言っていいのこれ、まあ、これ通れば、まあ、増字が一番きついですけどね、このハンドね、はい、で魔法トラップゾーンに置いていく、なんもないと、了解、なんもないと、でさすらいのグリフォンライダー鳥野郎を特殊召喚して、で相手の誘発をケアしていく、で効果をで、ドラコバックを手札に加えていくと、これやばいな、やってることかなり、これなんかマジで勇者モンスター全員集合するぞ、で運命の旅路効果で魔法戦士持ってきて、で、ドラコバック、まあちょっと水使いがもうね行っちゃったんです、水使いね、なんか寂しがり屋だからね、もうね、なんか勝手に除外されていくんですよね、あの人いなくなるんですよ、結構一人しかいないんで、全員あの勇者の仲間はね、なのでちょっとその運命の旅路という、まあ旅を開拓するにあたってやつはどっか行くんですよ、旅路を開拓した結果としてどっか行くっていうね、はい、まあ、こっからはいつもの通りの展開なんだけど、これ一番初動でスキアクロー一体からライトハートで、ライトハート効果発動して、ライフォビアで、ライフォビア発動して、でライフォビア効果でライトハート、ライヒハート、もうなんか名前似てんだよ全員、ライトハートだかライヒハートだか、なんかアライズハートだか知らんけど、でこれで創生魔法を持ってきながら、ワンドロー守備表示モンスター3体か、ね、強い、うらら来た、強い、最強で豪炎の剣士、これはイゾルデを作るためですね。で、ライヒハートとライトハート。ライヒハートとライトハートで、豪炎の剣士。で、
スケアクローノバ発動して、自分の持ちのライキハートを特殊召喚。で、これ戦士2体ね。で、戦士2体で、イゾルデ。イゾルデで次の後続持ってこれるんで、これでライヒハート持ってこれるのも非常に強いですね。なんか盤面にモンスターめっちゃ展開しながら、なんか次の後続もちゃんと持ってこれるっていうのはこのデッキのいいところだよな。ああ。で、イゾルデ効果を発動。で、まあ、ライヒハートかな。まあ、なんでもいいんだけどね、ここね。次の後続になれば別にこの、スタッフロストとかもいいんだけど。はい。で、イゾルデ効果発動を、1枚墓地に送る。で、これでネスットの煙玉を送って、リナルドを特殊召喚。で、リナルド特殊召喚成功時点でネスットの煙玉を回収と。もうね、ハンド見れない、ピーピングハンですが、マジで強いですね。はい。これ相手のね、なんか動きがね、わかんのが強い。さすがにこれ。はい。でですね、これ全部出す説結構あるんだ。これ勇者全員出しとく説は結構あるぞ。で、リナルドとイゾルデで、リンク召喚、アナコンティング。オッケー。で、これあれ、道端で拾ったヘビ。これ勇者一行が旅してる途中で道端で拾ったヘビ。これ、一応これ盾か。強引すぎる解釈。そして、プレータープランツ、ベルテアラコンダの効果を発動。ベルテアラコンダの効果によって、マジックカードを1枚墓地に送り、その効果をコピーする。フュージョンデスニー。さあ、これが、魔王に挑む前にね、魔王の城で仲間にした、魔王モンスター。あらあろう、デストライフェリックスナイツーそして、ヌスットの煙玉を発動。ヌスットの煙玉を破壊することによって相手の反動をぶち殺していくというスタイルな。で、デストロイフェニックスガイの効果を発動し、ヌスットの煙玉叩き割っていく。これ何だろうな、まあ、一応こっちか。アナコンダ生き残ったらリンクスワインできますからね。はい、アクセスコールトラガーとか出しやすくなるんでね。あー、エンデミオンか。これは統括でしょ、さすがに。キングジャックから、エンディミオン、統括。まあ、これ統括でしょうね。さすがに統括。で、フィールド魔法は、もう速攻叩き合って、で、ナリキンゴブリンはうらら。で、多分いいと思う。あのペンデラムスキル2枚だと何もできんだろう。あのデッキ。さあ、ハンド見てるこっちの情報アドバンテージはでけえぞ。魔法都市エンディミオン。いや、もうね、全然無理なんだよね。あれ、ほっとくと、もう、やばいこと起きるから、カウンターがどんどん乗って、意味不明になるから、待って、こっち、バウンス強いですけどね、これ、イリーガルナイトの。結構、エンディミオン、都市をなんかもう無力化したみたいな。結構強いんですけど、まあ、とりあえず、デストロイフェニックスからの効果を発動し、で、相手の、まあ、何引いたか知らんけど、ナリキンゴブリンは普通に裏らで止めていく。これで相手の可能性を全て消していく。で、ペンディラムモンスター2体と何かだね。1枚は X、わからない。まあ、その1枚を多分グリフォンライダーしてしまえば、もう相手何もできんと思うわ。うん。マストカウンター見極めよう。はい完全制圧よ。これが。これが完全制圧。やべ、デストロフェニックス持ってきちゃう。まあいいや。で、戻ってきて、オッケー、よーし、そして、運命の旅路の効果。さあ、勇者ソードを持ってくるぞ。勇者ソードだ、これ。これ勇者ソードや。ダンネルだな。これ、ダテイクス上がんだ。わからんけど、めっちゃ上がんだろ。これで。さあ、俺は、光の聖剣ダンネルを、俺自身に装備。ダテンアップ、プルーッ、いつえつえ、行くぞ、魔王バトル、おい、行くぜ魔王討伐だ、行け、お前ら、つえこの場面かっこくない、この場面かっこいいっしょ、勇者ソード、おりゃー、ゲームクリア、対戦、ありがとうございました。あー、イリガルナイトくんいる。イリガルナイトくんいる。イリガルナイトくんなー。あー。
ガトルホッキング、オッケー。イーガルライダー君ね、うるさい。チェーンめっちゃうるさい。まあ、あれと一緒、あのグリフォンライダーと一緒、めっちゃうるさい。チェーンがなんかあのお互いのメインフェーズに出せるから持ってるとめちゃくちゃうるさいっていう説、ね、はある。はい。で、ヒガンヒガン、あ、全巻いて、あクソレッキー、改めてクソレッキーだね、これね。大体このダランベルシアンで何をサーチするかを見るとデッキタイプが分かるんですわ。はい、基本的にね。で、一体お前は何をサーチするのかと。素材を4使うと好きな魔法トラップカードをサーチできるんだが、フォトンベール、うん、謎のカードをサーチされた。キャラ属性レベル4以下のモンスターを3体まで取るってくる。なるほど、なるほど、わからん。っていうだから光属性モンスターさんで戻してね。なるほどね。はいはいはい、なるほど。で、スカルデッドで何かしらのモンスターをサーチしていくスタイルね。はいはい、フェレット、はいはい。で、フェレット効果使って、デッキからモンスターが出てくるという効果、レベル6になるように。ホワイトオブレジェンド、ほう、ホワイトオブレジェンド、ホワイトオブレジェンド、セールの召喚師、へぇー、セイガン、これ、セイガン3体サーチしようとしてるやん、これ。セイガン3体サーチしようとしてるやん、これ。なんか、アルティメットドラゴンでも出すのか。わからんな。ガーディアンローズメイディア、はい。なるほど。で、セイリーの召喚師の効果と、ホワイトオブレジェンドの効果によって、あれですね、ドラゴン、通常モンスターだっけ、セイリーの召喚師は。通常モンスター、ドラゴン族みたいな。魔法使いかドラゴンのなんか通常モンスター持ってこれみたいな。効果と、あとブルーアイズ持ってこれる。で、ブルーアイズね。オッケー。で、いよいよフォトンベール発動か。ベールで、青眼の戻して、これ一体何を持ってくるやつ？はい、ブルーアイズ3体戻して、ミラーレディバグ。ミラーレディバグ、ミラーレディバグ、ミラーレディバグ。わけわかんねえモンスターサーチたな。で、サウンドウォーリアギータスを発動して、これ召喚劇増やすよね。で、ダークドリアードとオーラルでブラッドローズ。はあ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 。なるほど。で、墓地のカード全除外。おー、すげえ量のカード除外しちゃってるぞ。なんだこれ、おい。やばいやばい、31枚。やっば。ミラーレディバグ。わからん、なんだこいつ。自分のフィールドでもたかしこし存在し、自分の墓地にモンスターを存在しない場合に手札が特殊なんだけど、へぇ。このカード特殊が成功したときに、このカードのレベルは、このカード以外の自分のフィールドのモンスターのレベルを合わせたレベルになる。え、すごっ、やばレベル。10、20、40。すごレベル。やばいこと起きてるじゃん。はい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 。レベル上げて、またこのカードがフィールド上のレベル10に超えた場合、このカード破壊される。あ、あれか、ケルビーニのリング先にいるから破壊されねえんだ、これ。へぇー、面白い。ガイアセイバー。わかんねえ、これ何がしたいんだ。手札を1枚捨てて、デッキから、出せるんだよな、これ。はいはい、いいでしょう。はいはいはい、いいでしょう。で、マイクスが出てくると。で、2体で、シンクロですか、これは。は、誰？あ！佐々木屋！やめろ！あー！佐々木！